はいどうも、YouTube の治安取締委員会のライトです。平沢です。よろしくお願いします。その手下の DJ でござる。いやいやもう、お前手下やったらめちゃめちゃ俺らは低いで、はい、最近やっぱ新世代とかね、はい、いろいろはびこってきてる中で、いやそうですよ、ほんとやっぱ YouTube のこう序列というものがね、いやほんとだからこの前もうこの動画出る頃で水溜りとの動画出とると思うけど、あーそうそうそう、水溜りが俺らにずっと敬語使うわけ、そうそう、なんで一個下やけど、うん、お前同期でええやろっていうのがある、いやそれそれそれ、だからこの YouTube 界ってどうやってそのさ先輩後輩が決まってんのかっていうのが、うん、ヒカキンさんが決めてくれへんから悪いんや確かにウームがそこをサボっとるっていうのはあるよ、あそうそうそう、だからでは誰に敬語を使って誰にはタメ口でいいのかっていうのが俺は分からんわけ、じゃあカズさんは、カズさんはタメ語ちゃんこれタメ語、カズさんタメ語、この前言ったタメ語で言ってもよ俺はだって、ヒカキンさんは、ヒカキンさんはギリ敬語お前もほぼタメ語やんけ、ギリ敬語やけどお前もほぼタメ語やんというわけで、はい、今回は、はい、俺たちが決めた YouTube 六法全勝、はいはい、俺たちが今から法を整備します。はいはい、なるほど。でこれから YouTuber の皆さん、もしね、いろんな方とこれからコラボすると思うんですけど、はいはいはい、全部このマニュアルに則って、敬語なら敬語。そうね。タメ語ならタメ語とね、はい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 、いう風にやって、それ以上の関係にはならないように。YouTube 界でその特殊やから決めなあかんって思う。年齢が1個上だから何みたいな感じから、やからこっちからしたら、うん。グローバルすぎる。そう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 。だからもう全員が同じクラスおるみたいな。で、そのキャリアに関わるものは、何のパラメータがあるのかっていうのをちょっとここで制定して、今日で大体のその有名な有名どころはもうヒエラルキー出すってとこまでやりたいな、というわけでやっていきたいと思います。メガネタオリジナルザー五成敗式目1232、じゃあまずステップ1なんですけど、はい、年功序列式、はいはいはい、はい、判別式、判別式 K か、K、K、敬語の K、あ、キャー、そういう、なんでそこだけアルファベットやねん、お前、上下関係を決める公式を作ります、それで数値化されて、ね、じゃあその敬語の K、何が関係ありそうか、とりあえずブレストしていきます、とりあえず出していきます、だから年齢関係あるかどうか、それちょっと聞きたいな、年齢、それどうどう、年齢はやっぱでもさ、最初一番考えるやん、まあ、年齢はまあさすがに一旦あるか、うん、年齢はまああるんじゃない、さすがに、え、その感じってことは例えばさ、その Y イコールみたいな書き方した時さ、うん、年齢にはあんまり係数がかかってないって認識でいい、例えばその、はい、確かにこれまでの時代において年齢は大事だったけど、はいはい、これからの時代、はいはいはい、年齢っていうものは足かせにしかなってないというか、例えば30歳から挑戦してる人たちって、はいはいはい、自分を上に扱ってほしいっていうわけじゃない、まあそういう意味で逆に若者が気使いすぎて上が行きづらいっていうパターンあるよな、あるあるある、逆にあるあるある、だからそれを変えるためにも年齢のパラメータちょっと下げる感じ、じゃあ年齢以外って何が関係ある、でもあの、まあ、着てる服の総額ちょっとあるけどな俺ちょっとマジでお前権力志向やな、いやじゃあ、トミーに声かけづらかった理由それやん、正直なんか威圧感ある、威圧感ある、なんかあの他人を寄せつけないオーラとか、そうそうそう、まあ、でもそれってまあ登録者に内包されるものなのかもしれない、あのしかも日によって変わる日によって日によって敬語タメ語ちょっと変わる登録者どうなの、登録者はまあ多少はあるんじゃない、やっぱ、まあ、強いて言うと、うん、マスノさんにはやっぱタメ語でいきたいYouTube 開始月はどう見るか、あーそれはね、 YouTube 歴ってことやな、これめっちゃ大事じゃん、これ大事、これめっちゃ大事じゃん、あと、うん、あと YouTube 休止回数っていうのも大事だと思う、休止っていうのは YouTube 歴を一旦止めるってことやんか、だから彼女と別れたみたいな感じや、はい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 、その別れたから一回じゃあ付き合った年月を一旦リセットする、なるほどなるほど、ゼロに戻る、休止したらそっから1年目になる、あーなるほどね、でコムドットがさ1週間お休み設けますみたいな動画たまに出すやんか、年1ぐらいでやっぱ何日の休止かによる、そこはああだからこれ決めた方がいいんだよ、で俺は10日やと思う、までやと思う、10日以内ならセーフで、まあそれで言うと10日以上は、うん、それで言うと俺らアウト、じゃあ俺らアウトってあの平あの言ってないだけで10日以上開く時あるから、あーあるね、リアルなあれで言うと、まあリアルな話裏方何人抱えてるかってのもあるけどマジで権力10分時間あたりのあのミッドロール広告とかお前それ伝わらんやろ視聴者の人、お前あのやっぱ間に挟まる広告ね、あ広告の数あれが多いほど金に飢えている、ああなるほど、すごいランクが低いというなるほどなるほど、はい、じゃあ一応この議論から、はいはいはい、目的な判別式 K、はいはいはい、出ましたこちらです、テレン K イコール
R サイン T プラス A コサイン T ありそうだよあり公式としてはめっちゃありそう。R が登録者、はいはいはい、T が YouTube 歴で A が、まあ、エイジの年齢ですね、はいはいはい、だ主に登録者と YouTube 歴と年齢が、ミックスされたし、なるほどなるほど、まあ合成できますよねこの式これの式のモットーは、はい、老若男女問わずっていうのがこの、なるほど、だから要は YouTube 歴によってこう変動するっていう、いやもうそんななんか急に身分が低くって、はい、また高くなってっていう、あちょっと理不尽さ兼ね備えてるんだよ。だからこことここのケース同じやから、はい、登録者と年齢が同じパラメータになってるから、あほぼ登録者依存だからこれ無視して大丈夫っす、それ無視して、これ無視して大丈夫っす。数学的には R が2桁以上大きいんで、そうね、だから最終的にオーダーを揃えたいんや、なるべく、あそうそう、なるべく揃えたい。これは思いついたぞ、僕の判別式系、底辺×登録者割る2っていう底辺じゃない、底辺っていうのは底辺時代の長さ、底辺時代にもがきもがいた人ほど今上に立ってるだから1年とかでキュッていったやつは全然しんどくないわけ。なるほどなるほど。で俺たちは100万台、100万人行くまでやな、要は100万人行くまでにかかった時間、リアル結構まっとうな式言っていい、いいよ、こちらです。 YouTube 歴分の年齢かけるログ1000の登録者数で、気が長いほど下になる。なんでなん、なんでかっていうといや結局だから要はこの世はやっぱどんだけ短期間に出世できたかっていう、あーなるほどね、そうこれは歴が長いのを悪と見てる、停滞は悪っていう感じ。なるほどね、その発想なかったら、でも傾きない、これって結局成長傾き、なるほど、成長傾きに年齢をかけたものだね。はいはいはい、いい塩梅。あ、コムドットは後輩ですね。誰が この式で、私考えた式では後輩ですね。これ何かというと、はい、K イコール T ログ10R プラス20分の A ログ100S っていうT が YouTube 歴、 YouTube 歴ね、まあ、僕は花尾と違って長い方がちょっと偉いっていう方でやってます、はいはいはい、R はチャンネル登録者なんですけど、このままやっちゃうともう数字が大きくなりすぎるんでログかけます、まあ、そうやな。で足す20分の A、 これは年齢です。二十歳でちょうど1倍かかるという。あーなるほどなるほど、40歳やったら2倍かかるっていう、 YouTube は二十歳になってからっていう、二十歳に込められたメッセージ、ユタゴンへのメッセージ、ユタゴンでログ100S、 この S ってのが直近5回の再生数の合計です。あーなるほどね、俺らは167万再生でした、直近5本の再生数の合計が、なるほどっていうのを計算したところ、花伝は僕のこの関数 54.4 なんですけど、トムドットは 26.9 なんで僕ら先輩ですはい、歴がでかい、歴が2倍違うんやけど、ログ10の R に対して2倍大きい数字がかかってるから約2倍数字が離れてるという、結構深いよね、結構読めへんもんな、読めへん、どうなるか、ちょっと他の人でもやってみますわ。あっ、すいません、水溜り先輩っす。おお3向こうの方が大きいっす、数値的には。数値的に 57.、 おおすげえ、かなり近い値になってるけど、だから水溜りと花では約大体同期、これによると。ヒカキンさん全然先輩、 83.06 ですよ。俺の理論で言うとコムドットは俺らより倍ぐらい K がヒカキンさん、さあヒカキンさん、おっとヒカキンさんタメ口でーすやったーヒカキンさん、いや勝った、いやそういうことじゃないけどな、俺ら勝ったお前俺らが今 15.8 で、はいはいはい、水溜りが16、はいはいはい、ヒカキンさん13、なんで、ああだから割り算してるから、これはやっぱ YouTube 歴が長すぎてるかも。であと登録者が思いのほかログで操作されてるちょっと登録者100人なんやけど20年やってますって人がいたとするやん。で年齢43歳です、年齢43歳、23からやってるんで、で直近5本の再生数の合計500×500 としたら仕事チャンネルみたいな、ちょうどコムドットよりは上で俺らより下ぐらいですじゃあちょっとそろそろじゃあ決めてみます。その式かなりでも割とリアルに近いもんな。あたかあるとしたら歴を重んじすぎっていう、ああ確かに歴もうちょっと変えたい、歴ちょっと変えるっていうのでちょっとブラッシュアップってパターンもあるよ。関数できました、できましたー、データも30人ほど作りました。はい、ということで最終的には、K イコール T ルート R プラス5分の A ルート S になりました、最終的に。おお、だからちょっとシンプル、シンプルに、さっきよりシンプルで、そうそうそう、ログ使わずにログのところを全部ルートに変えただけ。まあこれでさっきよりチャンネル登録者が上の人が多分上位に来やすくなります、これで。でこれで結構混戦するというか、そう混戦する、何が起きるか分からんし、そういうことですね。30人ほどのデータを取ったんで、はいはい、これをね順位発表していきます。
まず第1位。まず第1位。ヒカキンさんでございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱ敬語使えたかったです。よかったです。敬語使えたかったです。おめでとうございます。ほんまに、これはもうね、はい、正真正銘。まあ、小池百合子が一回ヒカキンさんとコラボしてたんやか、うん。あれ、小池百合子が敬語掴んだですね。ああ、タメ語じゃないけど、なんか。あ、バッサーも最近コラボしとったんや。あ、本田翼。うん。あ、タメ語使ってた。本田翼ちょっとデータ入ってない。バッサーちょっとやってこうや。あの、どっちもあのタメ口使ってるんで、良くないっすね。てか、同い年だよ、マジで。え、本田翼同い年だった気がする。何タメ語使ってんねん、ヒカキンさんに。やばい。やばいやばい。本田翼すごい。すごい重要。待て、もしかして。ということで、第1位。はい。ヒカキンさんです。あー、おめでとうございます。堂々たる敬語。キャリア関数計、27,215 点ですね。27,000点。約27,000点。一気にドラゴンボールみたいな。ドラゴンボール急に、はい、で、はい、第2位、はい、セイキンさんです。おお、すげえ。あの、お兄ちゃんやけど敬語使ってください、ヒカキンさんに。動画撮るときはやっぱさ、申し訳ないですけど敬語で、敬語でお願いします。それ以外は別にね、逆転してもいい。全然大丈夫ですね、はい、25,000点なんで、はい、うん、でもさ、でもすごくない？やっぱ YouTuber2 トップでさ、うん、なんかこう、金さん銀さんっていうとかあれやけど。ちゃんと上位来るんよ。で、次第3位本田翼。あ、すげえ。本田翼、マジで、ね、すごい。ちょっとまあ違反はしてるけど、惜しいとこまで来てる。惜しいとこに来てます、はい。え、22,000点です。うわー。続きましてガーシーチャンネル。21,944点ということで、クソ高いです。 YouTube で聞いたって何ヶ月？0.16。約2ヶ月でございます。いや、短すぎるて。はい、第5位、はじめしゃちょーで。あー、はじめしゃちょーさん、ここに。続きまして、東海オンエアです。おお、ここはちゃんとでも大物 YouTuber が、ね、あ、そうですね。だからこれより下の人は東海オンエアさんには。我々も多分上なんですけど、年は、うんうん、虫さん以外は、うん、あの、敬語ですね。逆にはっきり、なんか変に1個下とかやったらさ、はい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 、なんか向こうも多分タメ語でいいと思ってるけど、はいはい、上の存在すぎて俺らはさ、タメ語で行きにくいやん、はい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 、だからこういう風にはっきり敬語って分かってくれた方がもうコミュニケーションしやすい。そうなんですよ。続きまして、あの、レペゼン地球。レペゼン、あ、ごめんなさい、1つ抜かしたごめん。フィッシャーズ。あ、フィッシャーズ。フィッシャーズを抜かしちゃいました、はい、ごめんなさい。で、レペゼン地球。レペゼン地球で、まあ、3人ずつ言っていきます。寿司ラーメン、スカイピース、ヒカルの順番でございます。おお、はい、ってことはヒカルさんはスカイピースに対して敬語で。敬語でないとダメですね、これは。いや、それはちょっともう、どんまいっすね。平成フラミンゴ、コムドット、ラファエルでございます。だから我々。コムドット来ましたね。コムドット来ました。だからコムドットは、歴も、平成フラミンゴもそうなんですけど、歴はめちゃくちゃ浅いんですけど、うん、やっぱ勢いがあるんで。関根リッサ、水溜りボンド、離れんです。おー、ここです、我々。我々ここなんです。結局でも水溜りとか近いんや。ギリ敬語なんや。ギリ敬語なんですよ。クイズノック、エミリン、レイクレという、粗品、夜の人笑い、柴田ということで。ゆきりぬ、ジュンヤ、フォーエイト。高一 TV めぐい積分サークルということで。あ、関さんはちゃんとむっちゃ下ないな。関さんの同期誰ですかって言われたらめぐいんなんですよ。で、呼び乗りです。あと、呼び乗りさんはあの、僕たち、あの、積分サークルより後輩ってことが分かりました、これ。じゃあ、呼び乗りはだいぶ俺たちに粗相してた。あ、だいぶ俺ら実は粗相してたけど、俺らが気づかんかったって。俺らが気づいてなかった。この関数を知らんかったって俺らが悪い。で、一応これね、あの、仮想のデータなんですけど、おっさんが最下位っす、一応。圧倒的最下位っす。あ、そうなんや。そう、20年続けた43歳の人がいたとします。でも登録者100人ですみたいな人は最下位になっちゃうんですよ、この時点で。あ、そうなんや。あ、そういうことか。だから何年やったとしても多少は結果出さないと上上がれない仕組みなんで。あー、なるほど。ちょうどいいものなんじゃないかな。いい塩梅かなと思います。素晴らしい。はい。で、これ各クリエイター、やっぱ YouTuber っていうのは基本的に常識が足りない人が本当に多いので。まあ、これをしっくり浸透させて、はい、自分が上なのか下なのか、はい、はっきり、区別をねつけるようにね、してあげるといいかなと思いました、はい、口には気をつけてね、はい、コラボね、していってください。はい、こちら、ありがとうございました。ありがとうございました。